はい、皆さん、こんにちは。はい、えー、今回もね、えー、ちょっとかなりね、ブルーのシャツを着ておりますけどね、完全なこのブルーの話ですね。ということで、まあ、サムネイルでもね、お示しした通りですね、また出たよ !A、えー、の三宅廃墟の法則ということで、またなんか犠牲者が出ちゃいましたっていうことで、えー、5億円騙し取られたみたいなね、話が出てきておりましたね。まさしくですね、A 三宅廃墟の法則だよね。 なんでこういったような話が次から次と出てくるんでしょうか。そしてこういったようなね、犠牲者が出ている。お金に関する犠牲者が出ている中で、ね、そういったようなことに関わっているこの A の宮家の人たちなわけですね。そういったようなところに口頭が移っていいんですか国民にとって迷惑でしょうみたいな話がねえ、暴露されちゃっておりますよ。 はい、えー、今回はね、そういったことで、実際に5億円を騙し取られたといったようなことで、今現在刑事告訴を起こしているみたいな話が出てきました。もうね、とんでもないわね。本当はブルーというか真っ黒な話だよね。 どう考えたとしてもさ、この AN 宮家、どうしてこうお金にまつわる話でしょそしてこういったのは今回の刑事告訴っていう話だとか、こういった犯罪にまつわるような話だとか、なんでこんなことばっかし出てくるんですかねおかしいよねどう考えたってさ、ね、私もいつも言わさせてもらってる通り、このまま口頭が移ったらやだよっていう話だと思いますね。最後までご覧ください。 はい、今回の話なんですけどね、JB プレスがね、えー、具体的に暴露しておりました。でね、えー、どういった話かというと、例のね、はい、オンボロ夫妻ですよあオン。トンズラ夫妻か。まあ、最近私いろんな名称で <laughs> 呼んでおりますけども、まあ、例のね、えー、アメリカに逃げちゃったですね、まあ、オンボロ夫妻に対して、まあ、それの後継人というふうに言われていた、まあ、もともとはね、 卵でピ,サピカソを買った男みたいなことだよね。前世紀はすごかったですけどね。会社もそれこそ400、年商400億円、500億円といったような会社に伸ばしたような、そういったね、今現在はですね、 元々伊勢食品ね、えー。今現在はタマゴカンパニーになられているその創業者のね、伊勢元会長、えー。この方、そしてその奥様に関してもうなんか詐欺まがいのことが起きちゃったみたいなことで刑事告訴を起こして,起こしてですね、5億円取られちゃったみたいな話なわけですね。で、えー、このね、伊勢元会長ですね、伊勢食品の この伊勢さんに関してはもともとはその文春だったよね文春が一番最初にこういったようなあのオンボロ夫妻の後見人がいるというようなことで、えー、具体的に記事として挙げておりましたね。 で、えー、まあそういったような内容もね、まあ少しだけ紹介させてもらいますけども、まあ例えばさ、まあ前にも言われていた通り、ノーベル賞受賞者のね、マナベさんだとか、もしくはベニハナオブ東京ということで、ニューヨークの社交界で非常に有名なね、青木さん、青木恵子さんだとか、まあそういったような人を具体的に食事のセッティングをしたのも、このね、 今現在下に写真も貼らせてもらいましたが、この伊勢、えー、元、伊勢職員のね、えー、まあ伊勢、元会長だったようなことをね、具体的に、文春なんかもね、えー、以前に記事にしておりました。その伊勢元会長なんですけども、被害に遭っちゃったっていう話、まさしくね、廃墟の法則だよね。でね、 まあ、この下にいろいろ書いてある,ある通りですね、もともとはこのエッグキングという家のことまで言われていたね、もう前世紀はすごかったわけですね。それこそ2020年ぐらいまではアメリカにも事業を伸ばして非常にね、えー、まあ、悠々たる事業をされていたわけなんですけども、2022年の3月、もう約ね、2年半ぐらい前に東京地裁に、この伊勢食品とグループのね、えー、会社であるね、えー、まあ飼料会社の伊勢、 の構成会社構成手続きを行った。要は資金繰りに非常に苦しくなっちゃった。ということで、その時点の負債総額が453億円だった。で、これに関して、具体的に裁判も起こそうというようなことで、実際にね、その費用として、それこそね、お金を集めていたような伊勢元会長だったらしいんですね。はい。で、この伊勢元会長と、 まあ皆さんもね、ご存知かなというような気がいたしますけども、まあ有名なところとしては、はい、えー、例のね、ノミ宮殿下の鳥の研究でね、一役を買っていたということで、え、もともとはさ、そのね、伊勢食品の、えー、なんか研究所なん,かなんかをね、貸していたとかありますよね。え、それほどですね、ノミ宮殿下とも、えー、まあ信仰があったような、この伊勢元会長。そして、えー、なんと言ってもね、あの、オンボロ夫妻、トンズラ夫妻ですね。 えー、あの、風天夫妻ね。なんかいろいろ言ってますね、最近ね。<laughs> まあ、そういったような、あの、えー、アメリカに逃げちゃった、あの、夫妻に関して、特に、えー、小室眞子さんがね、えー、まあ、今現在、メトロポリタン、えー、美術館でのね、えー、就職なんてのは完全に消えちゃいましたが、もともとそういったような口コミを、えー、それこそさ、あの、ジョン・ T ・カーペンターさんにしていたのが、この伊勢元会長で、えー、それこそですね、えー、就職ができ、できるようであれば、 もともとこの美術品に非常に興味があってコレクションもいっぱい持っているこの伊勢元会長が、えー、メトロポリタン美術館にねそういったような一部俗にいわれる伊勢コレクションと言われるね美術品の一部を寄付するということまで申し出ていたといったことなんだけどその話は完全に今現在は断ち切れちゃいました寄付するどころか今現在自分が寄付してほしいみたいな話になっちゃったわけですね。 でこれがどういったようなことで伊勢さんが被害に遭ったかというのは次のページですね。まあね、よくあるような話だよね。俗に言われる投資詐欺というかね。でもともとね、この伊勢元会長が、なんかね、宗教法人の関係者から N というね、人を紹介されたんですって。 まあ、もともと宗教法人の人、まあ宗教法人だからっていうことではないんですけど、なんかちょっとね、うさんくさいような紹介のされ方ですよね。まあそういったようなことの N さんらしいんですけど、この N さん、N さんっていう人が癖者で、もともとこの投資トラブル等でですね、非常に問題を抱えていたような人らしいんですね。 で先ほど言ったように会社構成法の具体的な裁判等でねその裁判資金もいるということで伊勢元会長はそういったね資金繰りというかね資金を出してくれるような先を探していたようなんですねでもともとはこの伊勢元会長の奥様ですね奥さんはもうでに今現在94歳というようなね 非常に高齢な方らしいんですけども、奥さんの名義であったこのマンションがあるんですが、これが実際はね、えー、もう5億円ぐらいの価格がするようなマンションらしいんですね。ただからそこに今現在もね、えー、まあ、まあ、居住されているようなんですけども、このね、マンションに目をつけたのが、さっき言ったこの投資詐欺というかですね、この投資トラブルを抱えていたような N さんだったらしいんですね。 で、この N さんが実際にこの S さんに断りもなくですね、この奥様、94歳の奥様の方に近寄って、なんかさ、パチンコ会社から5億円を借り入れるような契約書にサインしちゃったんですって。で当然パチンコ会社だって担保がなかったらね、重なるわけですよ。要はその担保にこの5億円相当のマンションが入っていたということらしいですね。で、5億円を借り入れたらしいんですね。その契約書に この奥さんがサインをしちゃったということらしいんだけど、なんかさ、えー、この利息制限方法にもうギリギリにもなりそうなですね、もうすごいわね、この金利がね、上限金利15%ですって、まあそういったようなね、えー、まあどちらかというとかなりの高金利の中での契約書をサインさせられちゃったんだって、まあこういったようなところもね、 まあ、なんていうのかな。こういったね、94歳の奥様なわけでしょこの高齢者の人を狙ったようなね、この N さん、NC というかね、えことだと思いますよね。だって普通の人がね、考えれば、まあ、どういったことでね、口八丁、手八丁でね、この奥様に対して示したかは知りませんけども、普通の人であればね、これさ、上限金利が15%でしょ っていうようなことを考えれば、普通にそこでおかしいなというふうに思いますよね。だって利息制限法にもね、まあそれ引っかかりませんけどね。えー、まあそれにも近いような、上限に近いような、この公金15%ですよ、年利。すごいよね。まあそういったようなことで、なおかつ返済期限が1年後みたいなことで、なんちゅうことみたいな感じですよね。はい。えー、でですね、要はそのね、 全く面識のない、ま、伊勢元会長にとっては全く面識のないですね、このパチンコ会社にマンション取られちゃって、そしてなおかつ借り入れのね、そのマンションを担保にして借り入れたわけですから、その5億円はもともとこの奥様の手にね、届いてなきゃいけないんだけど、なぜかですね、その5億円がね、奥様の手の元にないと。で、それどこ行っちゃったのっていう話なわけですね。で、これに関して当然ね、伊勢元会長も、 この N 氏に対して連絡を取ったんだけど、なんかね、いろんなことを言って、例えばね、知らなかっただとか、なんとかするといった返事が来たりだとか、その後もね、この N さんのさ、母親が病気なんで鹿児島に帰省しなければいけないみたいなことを言ってるだとかね、もうそのうちに音信不通になっちゃって、もうそれこそね、当然ですね、この N 氏に対して損害賠償の請求の訴訟を起こしたというようなことを詰め寄るとね、 えなんか5月31日までに全額返済するしマンションも戻るようにするよと言ってのことで弁解していたらしいんですがまあ案の定ねそのままだというようなことで今現在刑事告訴へというようなことになっていてね果たしてこの5億円戻ってくるのかでも肝心要のこの N さんね刑事告訴されてですねはいえこのねアメリカのサイと同じようにとんずらしちゃった消息不明なわけですよ だからもしかしたらこの5億円返ってこないかもしれないね。もう下手したらもう海外逃亡みたいな話じゃないのまあそこまで書いてあり、書いておりませんけどね。まあそういったようなことが十分に考えられますよね。それは5億円さ、えー、がめちゃってね、それは海外逃亡すればさ、っていうような話だと思いますよ。といったことが実際に起きてるらしいですね。で、実際にはね、非常に巧妙な手口が、えー、催されていたようであって、要はですね、 もともとのこの伊勢さんの奥様に近づいたのはこの N 氏なんですけどももともとこの N 氏が推薦してきたような弁護士がいたんですってまあこの奥様もね弁護士が入っていたということで安心しちゃったのかねでその弁護士に対してこの委任契約これさこの委任契約っていうとね普通ね通常よく皆さん考えちゃいますよねそれこそさ白紙委任みたいなとかね まあそんなことは。まあそこまで書いてないけどね。そんなことなんじゃないんですが、全部その弁護士に任せますみたいなね。そういったようなことで犯行をしちゃったのかもしれないね。そこでやっぱりさ、変なそれこそ白紙人情みたいなものに、えー、その実印でも押しちゃえば全てね、適当にやられちゃいますもんね。まあそういったようなこと。まあそこまで書いてありませんけどね。これは私の想像ですけども、よくあるような話ですよね。そんなことがね。まあそういったようなことなんじゃないかな。 まあ、94歳のご高齢なので、えー、まあね、そういったことで、結局はやっぱり弁護士が入ってるっていうことで、まあ、騙されちゃったのかな、みたいな感じなわけですよね。で、そういったようなことで、実際は、その委任契約を弁護士の人に結んでですね、最終的にはこの5億円のね、入金された口座がね、弁護士、 明治の口座に5億円がパチンコ会社から入金されて実際には700万円余りのこの弁護士の費用ね弁護士報酬を差し引いた額がそのねこ弁護士の口座からなんか P 社という別会社があるんですけどその会社への振り込みを依頼するといったような形で委任状がどうも書かれていたようですよじゃあこの最終的に700万円を差し引いた5億円ね この P 社一体全体何なのかというと、この B 社がなんかね、発電機事業をね、をなんか手掛けているような投資資金目的でこの P 社に振り込まれたようなんですが、実際この P 社の会長の肩書きを持っているのが、なんとこの N、N 氏だったということで、結局 N 氏がね、その,その、この P 社講座というかね、 その P 社名義の口座の全部ね自分で持ってるでしょうから、まあ、がめちゃったっていうことなわけでしょねまあそういったような,なんか投資資金に回すというようなことを委任契約になんか書かれていたんじゃないんですかそういったようなことで残りのね700万円を差し引いた4億9300万円はこの P 社の口座に振り込まれますそういったような契約のもとにパチンコ屋のね えー、この5億円を貸し付けた会社からお金を引っ張ってきてお金もなくなっちゃって、えー、そして、えー、このマンションに関しては抵当に入ってるということで一番下に書いておりますが今現在ね、えー、先ほど言ったようになんと年利15%の利息すなわち月々600万円はぁみたいなね、えー、以上の利息を支払いながら、えー、先ほども言ったように2年後には返済をしなきゃいけないということで えー、来年2月には元本の5億円の返済まで必要になっちゃって、当然そのね、契約者は奥様になっておられるわけですよ。いやー、ひどい話だね、これね。まあそういったことで当然ですね、さっき言ったようにこの N 氏はトンズラしちゃってるわけだよね。あの,あのアメリカの負債と同じようにね。まあそういったようなね、えー、ことで、えー、刑事告訴しているといったような、えー、状況なんですけども、果たしてお金はも戻ってくるのか。 はいえー、といったようなことでまあこの、えー、伊勢会長夫妻に関してはまあ先ほど言ったようにね会社も20 2022年にね会社構成法を申請したりしてまあそれまでは非常にね飛ぶ鳥を落と、ね、すかのごとくの会社も成長していてさアメリカにも事業進出してもう非常にね もうなんていうの、自信満々で授業もしていたんでしょうけど、その2年前のね、資金繰りが詰まって、負債総額450億円を抱えたあたりから、というかその前からね、だん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 おかしくなって、ついになんか今現在居住されているようなマンションまでなんか取られそうだというね。そしてもともとのお金も5億円なくなっちゃったようだというような話なわけですね。まさしくさ、 この A ヌ宮家に関わると、そういったようなね、廃墟の法則、よく言われますけど、そういったようなことですよね。はい、一旦変えます。まあね、まあそういったような非常にね、とんでもない話があるわけですね。えー、まあもともとね、この話、まあ私もね、A ヌ宮家にまつわる廃墟の法則みたいなことを言わさせてもらっておりますが、別にこれさ、えー、秋の宮家に えー、関係していることでは、特、ね、特別関係ね、直接関係していることではないし、それこそニューヨークのトンズラフさんに関係していること、直接はね、関係していることではありませんけど、なんか知らないけどさ、ね、この、えー、ニューヨークの不採だとか、もしくはね、エヌネミアの方々にね、関わると、こういったようなことになるよね。あの、例のさ、嵐山通船さんの話だってそうだしね、 あの、総裁を務めてる山科鳥類研究所だってそうだしさ、なんかすべてそうだよね。はっきり言ってさ、まあね、どうしてなんですかね。こういったあのこういうね、こういったグレーというかさ、まあ今回青を着てるけどさ、グレーだとか黒、黒っぽいね、話がね、いくつも、しかもですね、お金にまつわるような話、そしてこういったような刑事事件にまつわるような話まで出てきちゃってる。まあ直接関係はないけどね。 でもそういったようなことになんか名前が出てくるんだよね。<laughs> 必ずね。おかしいよね。っていう感じだよね。まあだからね。もうなんかこういったようなね。常にこういったグレーの噂がある。こういったお家にね。口頭が移すことだけはやめてほしいな。というふうに思う限りですよね。はい。そういった話をお話しさせてもらいました。いやー、というようなことです。ちょっとね。なんかまあ。 何て言うのかなまあ、お気の毒といえばお気の毒。まあね、ご高齢でさ、これ伊勢界一も確か95歳だよね。で奥様が94歳でしょでさ、90半ばになってですね、まあ、それこそですね、もう卒業をお迎えになるっていう人もいますけどね。みてこさんなんかはね、その方よりも年上なわけですよ。そしてさ、こういったね、今現在住んでいるマンションなんかもね、もしかしたらさ、取られちゃうかもしれないんでしょこのまま。いや とといいいいうう感じででですすよねね会会社社自体は会社構成法申請みたなな話んやこまあ何かねこういった話してるとなんか胸がずっとね来、えー、ちゃうような感じだけどまあね仕方ないのかなっていうような感じまあ仕方ないっていうかとんでもないっていうね話ですよねはいまた皆さんどのように思いますかねといったまあこういった話がね JB プレスが具体的に暴露しておりましたので紹介させてもらった AN 宮家にまつわる廃墟の法則でしたということです。 今回もありがとうございました。バイバイ。